セント・ジョンズの戦いは、1709年1月1日、イギリス植民地であったセント・ジョンズに、フランスが奇襲をかけ、占領した戦いである。この地は後に、イギリスが奪還し、1713年の、ユトレヒト条約で、イギリス領となり、その後フランス人入植者は、イルロワイアル、現在のケープブルトン島へと移転した。アン・ジョー戦争勃発前の一時期、 ニューファンドランドはフランスとイギリスが争奪を繰り返していた。1690年代のウィリアム王戦争の時期に行われたフランスの奇襲はイングランドの入植地を完全に破壊した。その中にはこの島の主要な港であるセント・ジョンズも含まれていた。イングランドは東側のセント・ジョンズに要塞を築いたがフランスも南側を抑えていた。1702年。 イングランド海軍の提督ジョンリークがフランス植民地を奇襲したが、プレザンスだけは見合わせた。ここの港にフランスの軍艦を発見したからだった。1704年から1705年にかけての冬、プレザンス総督のダニエル・ドージェド・スーベルカスが、ミクマク族とケベックのフランス系入植者との力を借りて、セント・ジョンズの包囲戦に出た。街を焼き、要塞を攻め落とそうとしたが、 失敗に終わった。プレザンス総督、スーベルカスその後、1708年も押し詰まって、スーベルカスの後任であるフィリップ・パストゥールでコステベルは、またもセント・ジョンズを吸収できる機会に恵まれた。フリゲート艦ビーナスをはじめ、数多くのフランス艦と、試略船が何層か、西インド諸島からやってきて停泊していたからだ。コステベルは、この木を逃す手はないと考え、 副官のジョセフ・ド・モンベ・トン・ド・ブルイオーンド・サントビデを送り込み、ビーナスの艦長、ルイ・ドニドラ・ロンドの助力を得て、陸路でのセント・ジョンズ九州のために人手を借りることにした。艦隊から招集した兵員と入植地の住民と、ミクマク族とから計164名を引き連れて、サントビデは1708年12月14日、セント・ジョンズへ出発した。 1705年から1706年の冬、かつてセント・ジョンズを統治していたイングランド海軍少佐、トマス・ロイドは再びこの地の司令官に戻っていた。ロイドは1696年にも同じ部署に着いたことがあったが、ジョン・ムーディの悪だくみでこの地位を追われていた。また、暴力的で怒りっぽい気質が災いしたと入植民たちが噂していたのを知った。 本国に一旦戻った時は、様々な避難を一掃し、かつて自分を追放したジョン・ムーディが、1705年の要塞防御に貢献していたにもかかわらず、セント・ジョンズの責任者に返り咲いた。1708年まで、さして大きな事件もないままセント・ジョンズを統治し、1707年のフランス入植地への遠征に参加し、漁師たちの一時的な入植地を荒らしまくった。 また民兵隊を組織し、人口のほとんどが避難できるであろう。要塞を築き、フランスと先住民の奇襲が絶えないため、入植者を説得して要塞の中で冬を起こさせることにした。現在のケープブルトン島、カボット海峡を挟んでニューファンドランドと向かい合っている1709年1月1日、サントビドは無防備なイギリスの駐屯兵に攻撃を仕掛けた。 気球の知らせで、ロイドも古い方の要塞であるフォートウィリアムで目を覚ましたが、相手が誰であるか分かっているにもかかわらず、数分も経たずに動きが取れなくなってしまった。新旧の要塞をつないでいた、出撃路には、城が下ろされており、新しい要塞にいた兵士は、古い方への支援ができなくなっていたため、わずかな抵抗の後、新しい要塞で指揮を取っていたジョージ・ベインは降伏した。 フランスは1709年の4月までセント・ジョンズを占拠したが、コステベルは占領しておくよりも要塞を壊して放棄するようにとの命令を出した。イギリスはその地を再占領し、また入植地を再建した。その後フランスは1713年のユトレヒト条約で領地の多くをニューファンドランドに割譲し、コステベルは住民を新しい交易地である。 イルロワイヤル、原形プブルトン島のルイブールに移転させた。サントビゾは、この軍事行動で三類勲章を受け、1718年にイルロワイヤルの総督に就任した。プラウス、P229、木村和夫著、世界各国市23カナダ市山川出版社、1999年、96ページ。AB ダニエル D、オーガーでサバーケイス。 1702から1706、ガバメントハウスハットプラウス、PP242 から244に ABC、サラグナックハット AB パスナーハット AB クイーン。ありがとうございます。